こんにちは、チョメです。妖精の苦難パート4分の3からやっていきます。こんにちは、トルブス。やあ、ハグリッド、2人は一緒にいたんだな。やあ、チョメ、生態系をめちゃくちゃにした割には嬉しそうだな。心配するな、トルブス。チョメとチャーリーはいい知らせを持ってきてくれたんだよ。いいか悪いかは私が決める。何がどうなったのか教えてくれ。森の湖の問題は解決しました。野原のブポチューバーをまた増やして、トロールがお腹いっぱいに食べられるようにしたんです。本当だよ、トルブス。これでケンタウルスはまた安全に水を調達できるようになったんだ。お前さんならやってくれると思ってたぜ、チョメ。それはいい知らせだ。つまりトロールは湖から立ち去っていったということだな。はい、もう少しでケンタウルスに襲いかかるところだったんですが、寸前のところで防止することができました。ケンタウルスに襲いかかるところだった？だと？さっきチャーリーにも言ったんですけど、トロールはそもそも攻撃性の高い生物なんです。だから空腹で抗戦的になったことは責めないであげてください。ケンタウルスも今回のことで苦しんだが、トロールのような理不尽な行動には出なかったぞ。あの、僕の行いが予想以上に森に影響を及ぼしてたこと、すごく身に染みてます。だがそれを正すために今頑張ってるんじゃねえか、チョメ。それはそうだけど、森にはまだ正せてない問題が残っているはずだから、それを全て解決できるまで森にいさせてもらえませんか。今回の問題を解決しただけじゃ不十分だってことが分かったんです。もっといろいろ正さなきゃいけないことがあるって。私はあまり驚くことがないが、今の君の発言には驚いている、チョメ。君の言う通り、森のバランスを元に戻すにはまだまだ解決しなければならない問題がある。森がどんな風に影響を受けたのか、この目で見ることができたので、ちゃんと正そうって気持ちがさっきよりも強くなりました。僕もだよ。僕たち二人で必ずやり遂げるからな、トルブス。まずはいなくなったアクロマンチェラを見つけることから始めたいんですけど。ああ、それを優先してくれるなら助かる。森の別の場所で騒ぎが起こっているという情報が入っているから、そこを調べてみるといいだろう。いなくなったアクロマンチェラと関係があるかもしれないんですよね。それじゃあ今すぐ調べに行かなきゃ。ああそうだ、だが出発はちょっと待った方がいいだろう。囲まれている。わあ、アクロマンチェラが今度は来たね、たくさん。君は私のことを辛抱が足りないと思うこともあったかもしれないが、アクロマンチェラは私ほど気長に待ってくれる種族ではないぞ。なんだか怒ってる感じがするな。お前さんだって誰のせいで大事な仲間が姿を消したか分かってたら、その相手に対して怒るだろうよ。うん、そうだな。森で起こった問題をちゃんと解決させたいなら、僕が真剣に取り組んでるってことをちゃんと伝えなきゃ。ならば説明するといい。納得させるかどうかはわからないが、やってみろ。8時間星5個で合格。アクロマンチェラを安心させる。チョメなら君たちの仲間を見つけられるよ。もちろんトルブスを説得できたんだ。だからアクロマンチェラの信頼だって得られるはずだ。湖の近くで蜘蛛の糸を見たな。お前さんたち立派になったな。もうでかくなったよね。森の中で身を隠すとしたらどこだろう。アクロマンチェラは痕跡を残しながら移動することが多い。チョメのことは信頼できるとまた思えてるよ。この森の騒ぎはここに住むもの全てに影響を及ぼしている。もういろいろ出てきてるよね。こんな感じでね、星5個集めておきますね。仲間がいなくなったみたいな感じですね。はい、コインをゲットします。すごい逃げ方だな。道が開いた感じか。見ろ、アクロマンチェラが去っていくぞ。うまくいったんじゃないかな、チョメ。君のことを信頼してくれたんだよ、きっと。だから俺はずっと言ってんだ、アクロマンチェラは礼儀正しい生物だってな。ちゃんと刺し方さえ分かっていればこっちの気持ちを分かってくれるんだよ。とにかく私からの忠告だ。アクロマンチェラは辛抱強いとお世辞にも言えない生物だ。いつまでも待ってくれるとは思うな。それじゃあ早速いなくなったアクロマンチェラを探しに行った方がいいですね。見つけられなかったら禁じられた森にバランスをもたらすことができないし、絶対に見つけてみせます。まずはさっき言っていた騒ぎを調べに行くといいだろう。どんな騒ぎなんですか、トルブス。妖精たちが攻撃を受けているようなのだ。行って調べてきてほしい。わかりました、トルブス。妖精を助けることでいなくなったアクロマンチェラについて手がかりが見つかるかもしれませんね。アクロマンチェラは妖精を食う習慣がねえが、調べて損はねえだろう。君なら解決してくれると思って大丈夫だな、チョメ。はい、トルブス。自分の行いの責任を取るって言ったのは本気ですから。
妖精を襲っているのがクロマンチャルかはわからない。だから手分けして調べた方がいいかもな。君が妖精の件を調べている間、僕はクロマンチャルがどこに行ったのか手がかりを探すよ。うん、わかったよチャーリー。そしたら広範囲で調査を進められるから時間短縮になるな。僕に何か言っておきたいことはあるかチョメ。気をつけて。バカな真似をするな。気をつけてって言っとこう。手がかりを探しているときは気をつけてってくれることだな。アクロマンチュラも危険だけど、森には他にもたくさんな危険な生物が住んでるから。その通りだ。いい忠告だな、チョメ。私もチャーリーにはひどい目に遭ってほしくない。心配しなくても僕なら大丈夫だよ。よし、それじゃあ僕は妖精の件を調べてくるから。その間、チャーリーはアクロマンチュラを探してきてくれ。気をつけろよ、チョメ。妖精が何に襲われてるのかは知らねえが、おそらく凶暴なやつだ。それなら戦力になりそうな友達を呼んできた方がいいんじゃないか。そうだな、それじゃあバーナビーに頼んでみるよ。彼は強いし、きっと一緒に来てくれる。ケトルバーン先生にうざがられてる気がするよ。というわけで今なら森の一部に広がる林で会えるぞ。やってきました。わあ、こんな真昼間にレッドキャップが巣穴から出てきてる。一体どうしたんだ。しかもどうして妖精を攻撃してるんだ。君を呼んだ理由はこれだよバーナビー。僕が森の呪われた部屋を閉鎖した時、全てのバランスが崩れちゃったんだ。なるほど、バランスが崩れたっていうのはよくわかる。あれ以来禁じられた森で奇妙なことが起こってるんだ。トルブスにその全てを正すって約束したんだよ。まさかここまでとは思わなかったけど、どうしたらいいかなチョメ。妖精を助けなきゃ。というか、どうして飛んで逃げていかないんだろう。もしかして居所を取られるとでも思ってるのかな。それなら妖精を逃がすんじゃなくて、レッドキャップをこの場所から追い出す必要がある。よし、わかった。妖精を助けるためにレッドキャップの注意を他にそらそう。3時間星5個で合格。レッドキャップの注意をそらす。僕がレッドキャップだったら何を欲しがるのかな。レッドキャップは物を溜め込むのが好きなんだよな。お宝とか使えば注意をそらせるんじゃないかな。心配いらないな、妖精たち。僕たちが守ってやるよ。おい、レッドキャップ、こっちを見ろ。なんか妖精がレッドキャップを遊んでる気がするような気もするけどね。レッドキャップはそもそもどうしてここに来たんだろう。妖精を怪我させる前にレッドキャップを引き離さないと。いえ、いえ、いえ。もっと上に逃げればいいんじゃないのか、飛んで。レッドキャップは僕ぐらい注意を。はい、こんな感じでやってよこう。避けろ。はい、コインをゲットします。妖精を何匹か助けることができたな。だけど他の妖精はまたレッドキャップに追い回されてるよ。どうにかしておびき出して遠ざけられないかな。遠ざけるってどうやって。ちょっと考えればわかることだよチョメ。レッドキャップは何をするのが好きだ。不注意な人間を、これはね、一番左ですね。レッドキャップは不注意な人間を叩くのが好きだ。それを生きがいにしてると言っても過言じゃない。僕が考えてるのと違うけど、まあ間違いではないな。一番右だったかな。あいつらは物を集めて溜め込むのが好きなんだ。確かそうだったかな。レッドキャップは物を溜め込むのが好きだから、おとりになるようなものがあれば遠ざけられるな。例えば贈り物とかお宝とかだな。うん、レッドキャップの目にたまるようなキラキラしたものなら何でもいい。だから光るものを探しに行こう。ちょうどそういうのを持ってそうな人も知ってるんだ。アンドレなら何か分けてくれると思う。そうか、それじゃあ急ごう。え、このまま行くのかな。大丈夫かな妖精たちは。アンドレと会おう。よし、今なら話せるぞ。変身術の教室まで来てくれ。アンドレ、よかった、来てくれてありがとう。禁じられた森で大変な事態が起こってるんだ。だから落ち着けよ。呪い破り、最初から説明してくれ。その僕が禁じられた森にある呪われた部屋を閉鎖したところで森のバランスが崩れてしまったんだ。どういうことだ。それだけじゃない。そのせいでいろんな問題が起こってるんだよ。ブボチューバーが踏みつぶされたり、トロールが森の湖に現れたり、レッドキャップが妖精を攻撃してるのも目撃したんだよ。そりゃひどいな。それで僕にどうしてほしいんだ。レッドキャップが絡んでるんだったらあまり力になれない気がするけど。レッドキャップを砂に連れ戻すためにキラキラしたものを使いたいんだ。ジュエリーとかそういうもの。ジュエリー？それなら持ってるよ。確かこの辺に。貴重なものじゃないとダメか。レッドキャップは実際の値打ちとか気にするのかな。いいや、価値なんてどうでもいいよ。ただ高価そうに見えていれば。うん、レッドキャップは偽物をあげても気づかないよ。それなら問題ないと思うよ。
衣装の素材が有り余ってるんだ。僕はいつも何かを作っていた体質だからすごく重宝してる。よかった。それじゃあ君の素材を見せてくれ。どんなものならレッドキャップの注意をそらせるのか話し合おう。1時間星5個で合格。なんかバーナビーが素材をかき回してる。レッドキャップのためにスタイリングすることになるなんて想像もしてなかった。レッドキャップには何が似合うのかな？ゴールド？シルバー？この綺麗なヘアピンをつけたらレッドキャップもスタイリッシュに見えると思うな。じゃあこっちの方タップしていこう。この瓶は何が入ってるんだろう。机にラメとかついたままにしたらまこごながら先生に怒られるだろうな。確かに。あまり大きすぎるのとか小さすぎるのはやめよう。ちょうどいい大きさのを作ってくれ。レッドキャップの穴では見つけられないようなすごくキラキラしたものにしてくれ。レッドキャップの注意を妖精からそらすのは難しいだろうな。なんか楽しそうだねバーナビー。マクガナガル先生は机にあるこのキラキラした絵が僕も服をデザインしてみるといいかも。机にラメとかついたまま。はい、もうこんな感じサクサクやるね。あの1時間の授業だからね、こうやって連打してやりましょう最後は。はい、こんな感じですぐできました。いいね、これサムネにしてもいいかもしれんな。はい、コインをゲットします。ちょっと少ないけどね。この宝石とチェーンとこのキラキラしたやつを使おう。バーナビー、それはボタンだよ。だけど今回の目的にはぴったりだな。さあ、あとはこれを全部つなぎ合わせるだけだ。僕に任せてくれ。魔法使いスタイリストならちょちょいのちょいさ。魔法であるのか結局。おー、すごいね。うわ、光ってる。何このエフェクト。こんなのができたんだね。わ、やっぱり僕が帽子を作る材料として使ったアルミホイールとは全然違うな。すごいな、これなら絶対にレッドキャップの注意を引けるよ。手伝ってくれてありがとうアンドレ。君がいてくれてよかったよ。もちろんだよ呪い破り。というかファッション関連の挑戦は絶対受けたくなるんだ。こういう要望を受けるとすごく意欲が湧いてくる。レッドキャップの反応がどうだったのか後で教えてくれ。妖精から注意をそらせるくらい気に入ってもらえるといいな。ああ、後で報告に来るよ。気に入ってくれたらレッドキャップのファッションブランドを立ち上げるといいかもな。さあワナビ、早くこのジュエリーを見せに行こう。レッドキャップを砂に連れ戻して妖精を救わないと。妖精たち大丈夫かな。なんか妖精たちが遊んでるようにも見えたけどね。森の一部に広がる林に戻ろう。すぐ行きましょう。まだやってた。しかも妖精増えてない。増えてないか。レッドキャップがいたぞ。レッドキャップも疲れないのかね。急げ、アンドレと一緒に作ったジュエリーを出すんだ。レッドキャップは食いついてくれるかな。さあ、こっちだよ。見えてる？見えてない？お。どうする？ちょめ隠したよ。食いついてきた。よし、このままこの場所から遠ざけるぞ。3時間星5個で合格。レッドキャップを引き離す。さあ、引き離していこう。笑う。レッドキャップ、ジュエリーが欲しいなら僕がもらうぞ。なんだか躊躇ってるな。お宝、お宝、お宝を騙されてる感じか。飛んで逃げるんだ、妖精たち。興味をそそられたかな？それとも怒らせたかな？もう妖精ってこれ以上飛べないのかね？わしのじゃ、わしのじゃ、わしのじゃ。あんまり強力なものは良くないな。強引か。しっかりするんだ、バーナビー。叩くのをやめたぞ。はい、コインをゲットします。いいぞ、レッドキャップがついてきてる。やったな、妖精たちを守れたぞ。うん、これで妖精のことは一安心だな。妖精を守れたし、レッドキャップも別の場所に誘導できたから、あとは、いなくなったアクロマンチロを見つけれるはずだ。チャーリーからそのことについて連絡はあったのか？そういえば、全くない。チャーリーのことをちょっと心配にならないか？アクロマンチロは危険な生物だし、まあ、正直心配だ。うん、何か問題が起こったのかもって心配だ。気をつけろとは忠告しておいたけど、僕たちが探してるアクロマンチラは特に危険だ。もう何か連絡があってもいい頃なんだけどな。チャーリーはドラゴンだって怖くないんだ。アクロマンチラくらいどうってことないよ、きっと。そうだといいけど。あのさ、チョメ、もう手助けが必要なさそうなら、僕はホグワーツに戻るよ。マクゴナガル先生に変身術の作文を書き直せって言われてるんだ。
ティーカップが逃げ出してサーカスに入ったって作文を書いたんだけど、それじゃ単位はやれないって言われたよ。ティーカップ？サーカスに入る？ああ、だけどもうあまり説明してる時間がないよ。早く戻って書き直さないと。それじゃあな、ちゃめ。あ、うん。作文頑張るよ、バーナビー。僕は妖精たちの無事を確認してから戻るよ。どうしたんだろう。アクロマンチェロと戦ってる感じ、もしかして。あの、レッドキャップ、どうしてまだここにいるんだ？もう巣穴に戻ったと思ったのに。怯えてる。もしかして怖いのかな？レッドキャップが怖がるものってなんだろう？レッドキャップが巣穴に戻れない理由があるなら、それもちゃんと調べておかないとな。僕が禁じられた森で引き起こした問題は全部解決させるって約束したんだ。いや、気になるね。次回に続くみたいな感じなのかな。責任を持って調査して、トルブスや他の生物がちゃんと平穏に暮らしていけるようにしないと、この森は皆にとってかけがえのない場所なんだから。レッドキャップの穴、一体何が起こってるんだろう。実際に行ってみないとわからないか。よし、レッドキャップの穴に行くぞ。はい、パート3を完了です。すごくいいところで終わったね。ゲット。パート4、次回やっていきます。レッドキャップの穴を調査する。レッドキャップの穴で問題が発生している。今すぐ向かってくれ。待ち時間とかはなかったですね。課題セット3分の1あるみたいです。そこかしこに雲。